別荘ね、結局じゃあその地球や人類が嫉妬されてるで、ところが星がその人類以前の知性だ、まあそれはそうなんですけど、ただ星がね結局遺伝子の原料ではあった、もともとまあ原料の一つだ、星が私という地球を加工して、ね、遺伝子にしてきたわけ、ね、でその星の連結なわけね、まあ、星占いとか勉強なさった方はね、きっちりと勉強なさった方は言ってる意味わかると思うんでしょうけど、そういった出来事の象徴的なつか、まあ、中心、まあ、体調、体調的、小体調、中体調とか、まあ、その体調の役目を持ってるのが、あの十二星座とか十二支なんです。体調たちね。それ以外の星も人類知性を作るために関与してるわけだけど、で生まれた人間がだんだん賢くなるのもそういう星たちの影響なの、自我っていうのもね、生きてる間に星たちが皆さん宇宙を超えてね、皆さんの大脳の中でいろんなパターンを作ったり、編成を作って、その編成でパターン作ったりしていってるわけね。遺伝子じゃないけど、すごく遺伝子に見たもの、思考回路っていうのね。で遺伝子も思考回路の権限の一つ、まあ、原力ちゃう、星が宇宙を加工したってことで、その思考回路になる遺伝子、思考回路の、ね、遺伝子も肉体世界に対して作用することによって、まあ、エネルギーなどの素粒子を得てるわけね。ということになる。で、だからその人間が死んだ後は知性なくなるよ。その思考回路がね、分解すればね、分解したくなければ焼くって言ってもあるけど、焼いてもその焼いたなりの干し肉だけ、その星ではどんぐりだけど、やっぱりその世代遅れにはなっていくわけで、その地球の思考からの方がスピード速く進化するから、さすがに星の世界よりかはね。でまた嫉妬の対象になる、そういったなくなってもね。で大抵はまあ大抵だけど、土葬の場合はね、分解されて別の生き物になって、まあいろんな微生物になって死ぬ、分解される、そしてまあ食べ物として、まあ、野菜なり何なりなっていって、穀物なり木なりね、で草食動物が食べられたり、で最終的には肉食動物、まあ、あるいは雑食の私たちが食べて、人間にもっと戻る可能性が低いわけだけど、ね、人間の遺伝子の長さっていうか、遺伝人間のあの思考回路の長さに、ね、なるまでには土葬の場合は難しいよ、それだけど素直な星になっていくわね。でまたそのわーいって地球にやってくるタイプで、仮装された場合はそんなを管理するタイプになってしまう。で一方肉体の方もね、進化させなかった、ね、私たちみたいに一応地球で最高進化した状態まですごく面倒くさい、時間がかかるし、でもロストも犠牲も多いね。だけどそれを管理するグループ、それがおつじ家なんです。グループ一族と、あとおつじカバネっていう日本神道のお歴々のね方々、そういう人たちが人間遺伝子中の計画を立ててるわけだから、でそのおつじって遺伝子っていうのは過ぎないから、だからおつじを呪っても遺伝子が死ぬよ、あなたもね、難しい。おつじを呪う方法ね、物理的に殺すのは簡単だよね、もちろんね。でナイフとか使って殺傷するのももちろん簡単だよね。呪って殺すの難しい。おつじっていうのは遺伝子っていうのは過ぎないからね。まあ、地球遺伝子を管理してる人がおつじかな、その責任者がオーディンなわけですけど、でうちは別に遺伝子でも何でもないから、もっともっとね、オーディンがうちの遺伝子バージョンを作って、そしておつじかが管理してるその遺伝子をまたしようと、その一部になってるわけだから、おつじかに生まれるわけね。でそうやっておつじかに生まれた時にこういう指令出せる、それ以外の時はおつじかじゃないからこんな指令出せない、いくらうちでもね。でそのうちは同時にあなた方にもあるから、あなた方だった時のことも覚えてるし、今もそうなのあなた方だけど、うちっていう意識の今はおつじ家に生まれてるこの状態だから指令出す、かつてあなた方の時のことも覚えてるけど、うちがまたあなた方に転生しないとあなた方の人生は改正できないわけ、不思議でしょ。それはうちが一番古い素粒子だから、
で素粒子になってしまう前の世界を覚えてるからって言ってた。その引き継ぎね、素粒子になってしまって世界から素粒子がこの私たちの世界もそうだけど、その素粒子がかつて肉体世界だった時とのつなぎ、その肉体世界で、それ今の素粒子が肉体世界だった時のその前の素粒子の世界、そういったものをつなぎ役はうちしかできないって言われているから、うちだけやってるわけよ。まあ厳しく厳密に説明するとそれだけの存在なのかどうかなんて知らない。それだけの存在ってどんなことかなって分からんし、うちもさすがに。っていうわけから、バイチャバイチャ。